ハイレーツメタルはヘビメタルのサブジャンルの一つ。音楽の中に海賊伝説の要素が入っていることが特徴であるが、ステージパフォーマンスの中に取り入れられていることもある。歌詞には海賊用語が使われることが多い。スラッシュメタル、スピードメタル、ホークメタルなどの様々な音楽ジャンルがシーシャンティなどの伝統的な響きの歌と組み合わされることもある。 コンサーティーナのような民族楽器が取り入れられたり、シンセサイザーでエミュレートされることもある。ライブではバンドメンバーが当時の衣装に身を包むことも多いが、観客の中には同じような服装で参加する人もいる。パイレーツメタルは音楽メディアから一つの音楽シーンとして扱われることもある。エールストームのクリストファー・ボスト・ダニー・エヴァンズ スウォッシュバックルのコモドアーレッドラムランニングワイルドザドレッドクルー・オブアドウッドパイレーツメタルの最初期の例として1987年にドイツのヘビメタルバンドランニングワイルドがリリースした3枚目のアルバムアンダージョリー・ロジャーが挙げられるランニングワイルドのリードボーカル兼ギタリストであるロルフ・キャスパリックによれば海賊をテーマにしようと最初から決めていたわけではなかったという むしろ、このテーマは、アルバムのタイトルソングから出てきたものだった。結局、タイトルに合わせて、アルバムのアートワークは変更され、ライブのセットや、衣装もデザインされた。ファーストアルバム、ゲイツ・ツー・パーガトリーでは、悪魔を象徴的な人物として利用していたことで誤解を招いたため、海賊をテーマにした歌詞もバンドの政治的メッセージを伝える手段にもなった。キャスパリックは、 海賊に関する本を読み始め、すべてが非常に興味深いということに気がついた後、そのモチーフを自分たちの音楽性に取り入れた。フォースアルバム、ポート・ロイヤルのリハーサルでは、このテーマがさらに拡張され、彼らのトレードマークであるスタイルが完成することとなる。キャスパリックは歴史上の海賊により、関心を寄せていたが、パイレーツメダルシーンはやがて、 小説やハリウッド映画が作り出した、あるいは描き出した、不正確な海賊表現から大きな影響を受けることとなる。2006年、2年間の活動休止期間を経て、クリスタファー・ボスとギャビン・ハーパーは自分たちのバンド、バトル・ハートの活動を再開した。ナパーム・レコーズは彼らとの契約を結んだが、同時にバンド名の変更を要求した。ボスト・ハーパーはあっさりとこれに合意し、 エールストーグへとバンド名を変えた。スワッシュバックルもパイレーツメタルとされることの多いバンドで海賊のイメージを使ったりユーモラスなステージパフォーマンスをすることで知られる。ザ・デッドクルー・オブ・アドウッドはサンディエゴを中心に活動するバンドで海賊のイメージを用いながらアコースティックなフォークメタルを展開している。ありがとうございます。